どうも、笹さんです。今回はですね、台湾で開催されているコンピューテックスのポルセアさんとエルガトさんのね、会場に遊びに来ております。まあいろんなね製品展示されてるんですけど、実はもう一通りね見させていただいたんですよ。で、特にねめっちゃいいじゃんこれって思ったものがありましたので、まずそれ見ていきたいんですけど、それがこのね IQ リンクシステムハブっていうものですね。まあ真ん中にあるハブに対して、CPU クーラーが今めちゃくちゃね何個もつながってるんですけど、すごいねシンプルな配線で、まあ、何台もの、ファンとかをね管理できるんですよ。今までの簡易水冷クーラーって結構ね配線がこうごちゃごちゃしていて、例えば自作初心者の方とかだとね、なんかあんま分かりにくいみたいな、どうやってつなげばいいか分かんないみたいな、そういったこともあったと思うんですけど、これねそれぞれのファンを個別で配線する必要とかもなくてですね、めっちゃシンプルなんですよ。今ねここについてるファンがこれなんですけど、こんな感じでマグネットでそれぞれこうくっつけるだけでこうね電源供給とかもされるみたいで、まあ最後1個だけねケーブルつなぐってことだと思うんですけど、めちゃくちゃねシンプルに配線できるんですよ。これすごいいいなと思いました。ちなみにこれが中心になるハブなんですけど、これ1個だけでファン14個かな、なんかそんぐらいをね管理できるらしいんですよ。で、この新しい簡易水冷のヘッド部分なんですけど、これねこの部分だけを交換できるらしいんですよ。まあ今ですね、真ん中にコルセアのロゴのやつがあるんですが、こういう別売りのヘッドっていうのもあって、これね、はい、こんな感じで、もう簡単にね、パカって取れちゃうっていう。これ先のやつと交換したら、まあディスプレイ化できたりとか。で、周りね、今光らせてないんですけど、これもね、自由に、こういう感じでね、光らせることもできるみたいです。で、付属してる簡易水冷のファンなんですけど、光り方とか、まあ、色とかもねもちろん細かく調整できて、それをね今この手元にある、ストリームデックミニでちょっと操作してみたいと思います。はい、さっきはカラフルだったんですけど、まあ、水色に全て統一されて、でファンがねこう非常にゆっくり回ってるように見えますよね。まあ、実際はね、かなり早く回ってるんですけども、なんかこう不思議な感じですよね。はい、続いてこちら、さっきと逆回転に見えてはいるんですけど、本当はね同じ方向に回ってるっていう感じですごい面白いんですよ。で、次がこちら、ファンがなんとねこれ止まってるように見えるっていうね光り方なんですよね。まあ、真ん中見てわかる通り、もちろんファンは回ってます。こんな感じでですね、まあいろいろ光り方を変えるっていうことが可能になってて面白いですよね。今紹介した非常に接続が簡単だったり、新しいね簡易水冷、全世界で7月に発売予定だそうです。これはさっきの簡易水冷を使ったねデモ機なんですけど、裏の配線がねめちゃくちゃ綺麗ですよね。ここにまあハブがあってですね、これはなんかマグネットでパチって簡単にくっつけられるらしくてですね、まあケーブルもね少なくて済むし、でこっちが内側なんですけど、まあファンのね配線が最小限で済んだりとか、見た目もね非常にスッキリするんですよ。それとこの PC について電源がですね、最近出た新製品らしいんですけど、これ分かりますかね、この横からあの電源のねコネクタを差し込めるようになってるんですよ。まあ、普通であればね言うの難しいんですけど、こっち側の面に電源の各コネクタの接続部分っていうのがあるんで、電源を PC に取り付けた状態でケーブルの抜き差しがね非常にしにくかったんですが、これはねもう横を向いててすぐね差し込んだりとか抜いたりっていうのができるので、パーツの交換がねめちゃくちゃしやすくなってます。これもめっちゃいいですよね。はい、続いてが新製品のメモリなんですけど、コルセアのドミネーターシリーズですね。これね何が新しくなってるのかというと、まずこれがね一番、まあ、純正の状態、多分こう発売される時は、こんな感じで売られてると思うんですけど、こっちがですねこの本体の上だけを付け替えて、光らないねなんかこう違ったイメージに自分で変更したものになってます。こういうねカスタマイズが可能になっているのがこの新しいねドミネーターの特徴らしくて、で左側の2つなんですけど、これねなんと 3D プリンターでこの上だけをね自作して交換したバージョンなんですよ。交換用のパーツをね買って取り付けたっていうわけじゃないので、まあ、ちょっとね自分で作るってなるとハードル上がると思うんですが、まあ、3D プリンター持ってる方はですね専用に作れるように寸法っていうのが公開されるらしいので、まあ、挑戦してみてもね面白いんじゃないかなと思います。で、次が新しい PC ケース。これはね、もう日本で発売されてるらしいんですが、IQ2000D RGB Airflow っていうやつで、見てわかる通り非常にね、コンパクトな PC ケースになってます。
マザーボードの規格はミニ ITX なので、まあ、拡張性っていうのはあんまり高くないし、ハイスペックな構成にするっていうのがね、ちょっと難しいかなとは思うんですけど、まあ、コンパクトでおしゃれな PC、そういうのにしたい方はですね、これ結構ありかもしれないですね。サイズ感もね、すごいちっちゃくて、なんか Xbox みたいな感じの、見た目になってるし、まあ、メッシュ仕様、全体がね、メッシュになってるので、なんかエアフロー悪くなさそうな、感じには見えますね。はい、次がこちらのね、ウルトラワイドのゲーミングモニターなんですけど、これね、もう日本でも、販売されてるもので、すごいのがですね、自分で湾曲にすることができるんですよ。まあ今はね、フラットな状態になってるんですが、このね、本体の端についてるハンドルを手前に引くとですね、こんな感じで、めっちゃ湾曲するんですよ。こうカチって、今ね、マイクは拾ってないかもしれないんですけど、音がしました。これでね、OK っていう状態なんですけど、かなりね、湾曲率も高くて、没入感ありそうですね。これすごい、LG と共同開発した、モニターらしくて、まあ、45インチの 240Hz の対応してる、まあ、有機 EL のモニターなんで、スペックもね、めちゃくちゃ高いこれ。これいいわ。240Hz なんで、まあ、パフォーマンス重視のね、例えば FPS とか、そういうのもできそうだし、クリエイティブな用途、例えば動画編集だったりとか、そういうのでもね、十分使えそう。なんかかなり良さそうですね、これ。はい、続いてね、エルガトの製品見に来てるんですけど、このね、カメラ、今ね、日本だと、まあ、フェイスカムっていうね、まあ、これの旧型しか売ってないんですけど、これはね、4K に対応した、まあ、最新モデル。海外だとね、多分もう発売されてるんですけど、これがね、展示されていて、これが実際にね、このフェイスカムプロで、映し出されてるものなんですけど、結構画質いいですね。でね、これすごいのが、新しい技術、アイコンタクトっていう機能が、まあ、使えるようになるらしいんですよ。まだ使えないらしいんですけど、今後ね、このアイコンタクトっていうのが使えるようになるらしくて、まあ、これオンにするとどうなるのかちょっとやってみますね。いきまーす。はい、わかりますこれ。これね、オンにするとカメラ目線に勝手に補正してくれるんですよ。ちょっとオフにします。はい。オフにしました。僕はずっとね、同じ方向向いてるんですよ、さっきから。もう一回ね、オンにします。なので、なんか、ビデオ会議とかで、こうずっとカメラ目線みたいな状態にできるらしい。なんかまだちょっと違和感あるんですけど、まだベータ版なんで、これからね、まあ治っていくんじゃないかなと思いますが、今はこんな感じ。これ、僕はカメラ見てないですからね、実際は。オフにします。はい、こんな感じなんですよ。これ、おもろいな。すごい。はい、ここがね、ナノリーフとかでライティングしてるやつなんですけど、このスマホのアプリからなんか光り方変えれるらしいんで、ちょっとやってみます。おお、おすげえ。めっちゃ綺麗だな。これディスプレイに映ってるカラーに合わせてこのねライトも変わるみたいなやつらしいんですよ。すげえ。ゲーム画面に合わせてこんな感じになるらしい。はい、ということで今回は台湾で開催されているコンピューテックスポルセアさんの会場に遊びに来てみたんですけど、いや、新製品ね、めちゃくちゃ楽しみになりました。やっぱね、簡易水冷とか、電源がね、まあ、ああいう感じで使いやすくなることで、自作 PC やったことない人でもね、まあ、参入しやすいと思うし、自作 PC やったことあるよっていう人でも、まあ、配線をね、綺麗に見せやすくなったりとか、まあ、かなりメリット多いんじゃないかなと思います。今後ですね、新製品情報どんどん出てくると思いますので、もしよろしければ皆さんチェックしていただけたらなと思います。ということで、今回以上です。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。